青息吐息の日本経済。そんな瀕死の日本経済を一気に回復に向かわせる、まるでバイアグラのような特効薬の存在が今取り沙汰されている。それこそが調整インフレである。処方すれば不況はもちろん、金融不安や財政赤字の問題も一気に解決、立ちどころに景気が回復するというのである。景気のバイアグラ、調整インフレ、それは正真正銘の特効薬なのか、それとも危険な劇薬なのか。